昨日の台風3号は、みなべ町隣の紀伊田辺市に再度上陸したんですが、あっという間に過ぎ去ったので、バナナたちもこのように、ほとんど影響がなくまっすぐ立っていますね。まあ、トウモロコシとかはですね、ちょっと東北気味になっていますが、まあ影響は大してありません。スーパーミニバナナ、ムサスーパードワーフキャベンディッシュの可愛らしいつぼみが少し傾いてきましたね。無肥料栽培で口径40センチメートル程度のポット植えだと着火位置がどれぐらい、それから収量がどれぐらいというのを調べてみるための実験栽培みたいなものなんですがね。まあ大体のことが分かって、こうすればいいんだなということがはっきりしてくれば、このムサドワーフナンワのポット植え、これですね、ポット植えでのコンパクト草子と低位着火でどれぐらいの収量という当てをつけることができますし、それをまあ10鉢、20鉢ぐらいでですね、栽培してみれば大体の基準を言えるようになるかと思っているんですね。イエーバナナと周囲のキッチンガーデンにご関心がある方たちのために、私のやり方をちょっと説明しておきます。これはブルーベリー木立の手前西側にあるムサドワーフナンワですね。それでこのムサドワーフナンワの周りには小株が1、2、3、4と4本育っています。これらはまだこのままにしておいて、いずれこの株が開花結実してからですね、その次の親株をどれにするかとか決めるまでまだ成長段階にある子株たちですから、子苗たちですから、その判断は保留しておいて、このままにしておきます。で、こちらは、陶水ポット植えの、この親株から切り離した子株と、それから出てきている子株ですね、は、そのままにしてあります。で、この周りにはですね、トウモロコシと、ワセの黒豆、が植えてあったんですが、トウモロコシは昨日の台風で倒伏気味になりましたので、実も膨らんでいましたから全部収穫しました。それから黒豆もここと、まあ、この辺ですねにあったもので、実が膨らんでそろそろ食べてもいいなと思うのは収穫して、このバナナ周りで取り残したもので、まだもうちょっと膨らんだ方がいいというのはですね、乱暴なやり方なんですが、根こそぎ引き抜いて、こういうポット、これは口径30センチメートルのポットなんですが、にまとめて
数株ずつ植え込んでおいて、ある程度もうちょっと膨らむのを待つためにこのままにしてあります。そうして周りを片付けたのはここにですね、次の作物の苗を植えておこうと思ってここを整理したんですね。それと、まあ私の場合にはバナナ周りにこういう幼少とか葉柄葉っぱの残枝ですねが、まあこういうようなものがですね、落ちて溜まってて時々アリが巣を作る場合があるんですよ。それでそれを点検するのに、まあ取り残したわせの黒豆の苗とかを引っこ抜いてこちらにポットに移動しておいて、そうしてここに次の作物を植え付ける準備をしたわけなんですね。まあ、このように野菜の場合はですね、バナナ周りの野菜の場合には収穫した後にどうするかというのを、まあ、テキパキと効率的に利用すれば、いろいろな野菜栽培を楽しめるということですね。前にここに置いた藤平市育成下知らず地配キュウリのポットは、まあ、このままにしてあります。それからここはもともと愛知ファーストだったんですが、中玉以上のトマトはですね、梅雨真っ只中で、ましてや台風なんか来ると果実が大体割れてきますので、まあ、それは収穫したり他の場所にポットごと移したりしたんですが、その後にまた藤井平氏育成の下知らず地配キュウリの種をまいておいたんですね。まあこれらも他に移すのは簡単なんですがね、まだ今のところこのままにしておこうかと思ってキュウリポットを2つはそのままにしてあります。でそちらの方が目立って開きましたので、そこにですねちょっと畑を見回って何を植え込んで、スペースがあればその周りにまた不織布ポットを置いておいて、土を入れた不織布ポットを植えておいて何かを発種するとかですね、限られたここのスペースを最大限効率よく使い回そうと思っているんですね。それは各人のアイデア次第ですから、何をどう栽培したいかということによって決まりますので、あと季節によっても異なりますから、各栽培者のアイデア次第だと思いますね。ここのポットに参ったのは岩手県の方の大豆枝豆で、秘伝という品種ですね。もうそろそろ移植するにふさわしい大きさになってきましたから、これをムサドワーフナンアーの周りに植えられるだけ植えて、残りは他の場所に植えよう、移植しようと思いますね。セミの鳴き殻、うつセミですね。まあそのまま移植したらいいものかどうか後で考えてみますが、岩手県の枝豆秘伝は中奥手、中手なので、
それで、一袋を巻こうと思うと、かなりのスペースがいります。そうして、鳩などの食害を避けるためにポット植えしてどっかに置いておくよりもですね、私の場合にはこういう大きめの不織布ポットに適当な間隔に植えておいて、ポット植え、小さなポット植えよりも無肥料栽培の場合にはですね、こういう大きなポットに巻く方が成長がいいんですね。小さなポットで、まあ、肥料を使う場合には、これと同じように大きくなるとは思うんですが、私は肥料を使いませんので。それで移植するときには、まあ、このポットの土は昨日の台風の雨で、そこまで濡れて重いんですよね。ポットの底まで濡れて重いので、それで、ミニスコップで各苗に 根回りの土をあまり崩さないようにして小さなポットの方に移してこれを持って行ってバナナ周りに植えるつもりです。移植ストレスを少なくするためにはなるべく苗の根を傷つけないように土をつけたまま持っていくのが無難ですね。永田農法では市販苗を購入した場合には半分から三分の一、場合によっては三分の二程度は切って水洗いして、そうしてきれいな状態にして植え付けるということを説明していましたが、最初から永田焼き肥などで育てた場合には根を切る必要はないと言っておられますね。要するに永田照吉先生の考え方は、市販苗の苗の根周りの土が不浄であるという考えだろうと思うんですね。ですから自然栽培のままに苗作りをした場合には断根の必要は特別ないということなんですね。ドワーフナンワの周りを片付けた後、このように中手の中奥手の枝豆、秘伝を二列に円周状に苗の移植をしました。まだ半分以上苗の移植が残っていますが、それをどこかのバナナ周りに植えたら、あと数日したら奥手の岩手緑という枝豆も大豆もハッシュポットにですね、大きなポットにハッシュして鳥に狙われない場所に、まずは虫害じゃない鳥害ですね、鳥の食害を避けられる場所で育苗しようと思っています。その後また他の作物が片付いてきますから、どこかのバナナ周りにですね移植しようと思っています。ここには丹波黒豆を数日前に発種したものが、時期が時期ですから一気にこのような苗に育ってきていますね。そちらのは、これは食べたハワイのカポホソロパパイヤの苗が育ってきているポットです。
まあ、これらは山の方に持っていこうと思います。山でも去年植え付けた、リハッシュした分は育ったんですが、本年の3月4月でダメになったので、もう一遍チャレンジしてみようと思っていますね。